はい、自由作です工場桃桜ですはい、今日も三分なりきりよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますじゃあね、何を切るか教えてくださいはい、えー、今回も、えー、全然切りたい子がいなくてすごく悩んだんですけれども、うんえー、ピンズの三を切ることに決めました、うんえー、理由としては、まず相図の九が来ることによって、えー、相図八九で八がドラなのでそこは残しておきたいと、うん で、マンズがなんとなく1つを狙いそうだし、うん、なんかもう1個ぐらいどっかで頭できるんじゃないかなっていう期待を込めて、うん、まあ頭を崩してでもピンズを潰そうかなと思いました、うん、よくな、はいです、はい、えっ、ー、とねモンさんちょっともう一回よく見よう <laughs> えっとねよく見てねえっ、ー、とね <laughs> よくと、はい、えっとねマンズよく見てもらうと えーとね、これ実はね、いつできてるんだよな。できてるでき,できてるというか、1、まあ、個足りないんだけど、はいえっとね、まあ、できてるというか、あの実はこれ、転配してるんだよね。は <laughs> 見えたえっ、ー、と、ま、マんずのね、<laughs> はい、1, 1、2、3をちょっと手で隠してみようか、あ,あの左のやつをね。はい。はい、ほんで、えっ、ー、とね、ってやると、はいうん 何か起きるか何か起きるかってやると天ンになるんだけどこれにそういうとえっと、うん、8が来るか2が来るうん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 あ違う <laughs> いやいやいや合ってるんだ合ってるんだよ<あ>合ってるんだよえーっとね、はい、3を切ると何待ち ?8 そうだねで9を切ると 8もなんだけどえっ、ー、とねまんずの123を手で隠して、はい、で9を切りますってやると34567、うん、って残ると思うんだけどああ2と8ああそうそう2と8と5なんだわねと 5! うん 5! ああ345567ってなるでしょ5くるとね そそうそうでね、はい、はい、というわけで、これね、えーとまあ、ちょっとこっちの解説に画面切り替えるんだけど、九、はいはいね、を切ると、リャンウーパーティって、2と5と8のマチ。はい、で、3を切ると、あの8しかないんだけど、これ今度、一通なんだわね。はい、で、これ、一通確定というか、まあ一通になります。はいで、まあ、今回の問題は、9を切って、ピンフのリャンウーパーワンに受けるのがいいか、 3を切って、かんちゃんの8の一気通感に受けるのがいいかっていう問題なんだ、実はね。うんうん、で、これなんだけど、まあ、テンパっても全部リーチ打つんだけど、まあ、ドラが1個あってね、もうこれピンフになるもんで、うん、これ実はね、9を切ってリーチ打った方がいいとされてる形。うん、<ー>結構この、あ,あの、なんだろうな、あの、形によっては、なんか意見が分かれたりするんだけど、こ,、まあ、これに関しては、もう、あの、うん、なんちゅうか、もう全く意見が分からないぐらいのね、あの、あ 絶対この9切ってリーチがいいよねって言われてる形なんであのあのこれ確実にねあの覚えてこれだけ実行するだけでもう全然違うんだよねだ、はいね、ピンフですねはいで、まあ、これねあ<ー>要はこれ3切っちゃうと1通にはなるけどこれピンフがなくなっちゃうんだよね、うんうん、でこれ9切るとこで3面ちゃんうんでしかもね5で赤があるもんで、ねうん、この形はねもう絶対9を切った方がお得ですよっていう形になってるんでなるほどはい これはね、はい、あの、もう、機械的にね、はい、まあ、まあ、すぐ終わるわ <laughs>。はい。はい。まあ、こんな感じでね、はい。皆さんもね、はい、急、はい、を切ってリーチしてください。はい。はい、こんな感じでね、はい、えー。チャンネル登録およびね、高評価の方、またよろしくお願いします。お願いいたします。じゃ失礼します。失礼いたします。